2018年これが最初の試合となります。まさしく今年の目標はタイトルを取ること。実戦実勝 QKO 高い KO 率。さあこの2018年の最初の試合第1ラウンドがスタートしています。画面右側、今日は赤と青のツートンカラーのトランクスです。井上聖輝サウスポースタイル。対して今日の井上の相手はワチラサクワイヤモング対左ボディを伸ばしてきましたサウスポースタイルの井上聖輝です。川島さん、はい、まあ、非常に、ね、日本タイトルも狙えるという井上聖輝ですが、10戦10勝 9KO 非常に楽しみな今日の試合、ポイントはどんなところになりそうですか。そうですね、まあ相手をこう飲むというか、相手をつかむのが非常に速い選手なので、はい、まあ、その倒すまでのその試合展開ですよね、試合展開をちょっとポイントに見ていきたいですね。右のザルから左ストレート、パンチをクリアしていく右ボディ、かなりスピードのパンチです。速いですね。早くも序盤から相手にプレッシャーをかけていきます井上聖輝。右からボディ、上下の打ち分け、具志堅さん、はい、この立ち上がりどうご覧になってますか。いいですね、スピードがやっぱり出ましたね、はい、何試合か見ましたけどね、はい、パンチの速さがやっぱコンビネーションもいいですね。ワイヤーオングはこの井上聖輝の試合というのはネットなどで見てきて、やはりハードパンチが印象的な選手だな、そういうふうに語っています。ここもロープに詰めて左フックを繰り出していきました井上聖輝。右のジャブ、ワイヤーオングも右のワイドでフックを放っていきますが、ここまでの手数でいうと圧倒的に井上聖輝が、まあ、パンチの数では出ているという印象です。右ストレートねじ込んでいく、まあ、ワイヤーオングはガードが硬いですね、はい、しっかりガードを固めてますね、井上聖輝の、まあ、2つ下ということになりますが、2014年にプロデビューを果たしているワイヤーオングです。オーソドックススタイル、14戦で9勝5敗 2KO というここまでの戦績です。第1ラウンドも1分を切りました。ワンツーワンツースリー連打、ここまでは積極的に、まあ、パンチを繰り出していくのは井上聖輝です。今テーマに掲げているのはとにかくスタミナをつけること。先月井上尚弥、拓磨兄弟とともに熱海で合宿を行いました。その時も体幹を鍛えるトレーニング、とにかくスタミナをつける地道なラントレーニングを多く積んできたと話しています。ボディ、これも右ボディ、これ川島さん、はい、相手もちょっとね面を食らっている感じもあるんでしょうか。そうですね、まあ、ガードが硬い分この攻めるときにこう隙を作りますので、はい、まあ、ちょっと攻撃と攻めとこうディフェンスがちょっと分かれた状態ですね。なるほど、ここで第1ラウンド終了です。赤コーナー大橋ジム所属井上聖輝です。井上尚弥とはいとこの間柄に当たりますが、実戦10勝9つの KO という、ここまでまだ負けなしの井上聖輝。対して青コーナーはタイのワチラサクワイヤモングです。2014年にプロデビュー、14戦戦って9勝5敗2つの KO という戦績を残しています。1994年12月までデビュー、2014年6月、戦績は14戦9勝5敗。とにかくこの2018年は輝かしい、そんな1年にしたいと語る井上聖輝。早期決着を積み重ねてきた井上聖輝、判定はわずかに1つだけ。第2ラウンドに入りました。さあ具志堅さん、はい、まず第1ラウンドの印象はいかがでしょうか。ガードがね、はい、よくなりましたね、井上聖輝ですか、はい、それとパンチがね、はい、小さくなりましたね、大きいパンチ打たなくなりましたね、コンパクトになった、はい、なりましたね。なるのもやっぱりスピードがありますね、はいはい、とにかくいつも試合に臨むときはフルラウンド戦う気持ちでリングに立っていますと話しています。この後日本タイトル、まあ、ベルトを狙う意味でも長いラウンドを戦う準備は十分にここまでは積んできたとも話している井上。右ストレート、膝から崩れ落ちたワイヤモング、井上聖輝ダウンを奪いました。
さあどうか、立ち上がれるかワイヤモング。ただ膝が笑っている状態。第2ラウンド決着、井上幸喜、見事なテクニカルノックアウト勝利。この試合も早い決着でした。だいぶ具志堅さん、これダメージのあるパンチと言ってほしいですね。そうですね、ヘッドの方ですね、はい、それかなり効きますよね後で。なるほど、はい、見事な第2ラウンド10カウントノックアウト勝利、井上幸喜です。